服似合ってるじゃないか。おじさん、この制服どうしたの？ん？以前付き合ってた女の持ち物だったんだが、いらないと言うからもらったんだ。可愛いだろ。確かに可愛いけど、男の人が女子の制服を持ってるって変だよ。勝手に決めないでよ。こんなの着させて何させるつもりなのよ。まあ当然着させるだけじゃないよな。おじや、またはい、ちょっと待っててくださいね。あ、毎度お待たせしまーすと。ご苦労様です。今お金を、もう嫌だ、許してよ。